PDF を落とすと。シューズ。シューズ、はい、はい、ランニングシューズってあるじゃないですか、はい、シューズ、はい、シューズ、はい、森脇健児さん言ってるでしょ、はい、森脇健児さんずっと走ってはる、はいはいはい、でそれでよくその、ニューバランスのスポンサーがついてらっしゃるのかなっていうか、そんなんでずっとニューバランスよう入ってはるんです、はい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 、でまあ、あのランニングシューズの感覚って僕分からないんですけど、僕らからしたらまだ全然履けるのに、はい、もうなんかあるらしいですね、もう寿命というか、寿命というか、なんか次こっちっていうのはあるんですね。ほんでそれをお下がりで、はい、森脇さんのっていう、森脇さんっていう人は若井隼人さんっていう人の一門っていうか弟子なんです、でその若井隼人という師匠のお弟子さんやった、要するに森脇さんが弟弟子、はい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 、で若井やる気くんっていうのがいるんですよ、はい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 、その若井やる気くんにいわゆるお下がりを、はい、いつも中尾、中尾って言うんですけど、はいはい、中尾やる気ですけど、はいはい、もともとの名字中尾だから、ずっと中尾って呼んでるんです、はいはいはい、で森脇さんは中尾って呼んで、はい、あ中尾、これお前にやるわ、靴、うん、って言って森脇さんのお下がりを、はいはいはい、いつも中尾はもらう、もらってるんですよ、はい、でなんかありがとうございますっていつも喜んでるんですね、うん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 、でしてたら、なんかいつも森脇さんのお下がりはそのランニングシューズは全部その中をもらう、ほとんどもらうんですよ、はいはい、でそれでこう兄さんありがとうございますみたいなこと言うてて、で会うた時にでも、はい、なんか見慣れへん靴履いて、あこれまたお下がりもうたん、はいはいはい、もらったんですよ、ってこんな感じで喜んでるんですよ、はいはい、でこのまま会うた時に、はい、ちょっとまた見たらあもうたんですって言うんですけど、はいはいはい、ちょっとこう落ち込んでるんですよ、あもうたんですけど、はい、あんま嬉しくなさそうな、え、それまだ森脇さんのとこでもうたやろって言って、はい、まあ、兄さんのとこでもうたんですけどね、うん、って言うんですよ、はい、ほんでちょっと見してや、うん、いやもう、もういいですよ、うん、そうやっていつもやったら、あこれってこう足をこう見やすいように上げてくれるんですけど、はいはいはい、見せてくれないんですよ、はいはいはい、ちょっと見してやって、いやもういいですよもうそれはって言って、うん、いやな見して見してって言うたら、うん、なんかしたけどそのシューズのところに、はい、森脇健二さんって、はい、別に靴に名前書かへんのに、はい、森脇って書いてるんですよ、マジックで、はいはい、あの森脇さんこのマジックなんで名前書くんって言ったら、はい、これ森脇さんのお下がりじゃなくて森脇さんの息子さんのお下がり持ってる43の芸人ですよそれが18の息子さんのお下がり持ってるまたサイズが中尾君これ学校で履いてるやつだけどもうあれやしあげるわって父親譲りついに自分の兄弟子の息子さんからもらうようになったというか、それは恥ずかしいと森脇って書いてあるとこちょっとねなんか擦れた跡あるからこれ何してんって、いやあまりにも名前恥ずかしいじゃないですか爪切りのあのヤスリの部分で擦れただ、兄さんこれで削ったら靴自体傷むんですねってそんなわかるやろそういうことはありましたね、はい、シューズ、シューズ息子さんからお下がりもらうのよ43ですよ、若いやるべく